今話題の女性向けビアガーデンをこちらの皆さんと一緒にご紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。やってきたのは F カップグラビアアイドルとして活躍しながら今年4月官能小説撮られたいで小説家デビューも果たした紺野杏奈さんと、先月お笑いコンビロッチのコカド健太郎さんとのお泊まりデートが報じられた G カップグラビアアイドル岸飛鳥さん、さらに人気ファッション誌 S カワイイの専属モデル鈴木彩さん、こちらの3人と共にお送りする情報ライブグラビアや、今週はこの夏注目の女性向けビアガーデンを大紹介。まずは松屋銀座の屋上で開催中の空と庭銀座美しくなるビアガーデンへ。おしゃれなバーカウンターのほか、ハイセンスなテーブル席、さらには高級感あふれるビップ席まで用意されているとあって、お客さんの実に6割が女性とのこと。乾杯。ビールやワインはもちろん、フルーツカクテルなども2時間1人5000円で飲み放題。そして女性に大人気だというセットメニューがこちら。良質のタンパク質、ミネラル、ビタミンをバランスよく組み合わせることで体の内側からきれいにしていくというコンセプトを持つ5品。ビアガーデンで出てくるって不思議だよね。めちゃくちゃみずみずしいですね。さらにバーベキューの肉には産卵期になり風味や食感が増した秋田産高原比内地鶏のメス鶏を使用。やっぱグラビアアイドルさんの方は鶏肉いっぱい食べるんですか？あー、それ聞いたことあります。だったらなんか鶏肉食べるとお胸が成長するっていう噂がありますけど、よくわかんないですけど、結構唐揚げが好きって子多いですね。多い。え、あやちゃん唐揚げ食べますか？食べないです。小さい子じゃ、だからじゃない、だからって言わないでください。さらに皆さん、ちょっとこれ見てください。やばい、じゃあ別料金です。別料金にはなるものの、野菜やフルーツを使った新感覚のカクテルも多くの女性が注文するという。お酒って感じがしないとか、すごい飲みやすくて、はい、なんかもうなんか酔っ払ってすごいことになっちゃう。これすごいと飲んじゃうよ。合コンみたいなことはするんですか？はい、でもなんかそういうのにすごい行ってる子はいると思います。なんかお誘いの連絡とか来るんですけど、うん、先輩ですかそれは？いや、先輩。先輩から誘われるんですか？まあなんか、なんだろうな、バリバリ活動してるっていう 人、うん、人っていうよりはなんかちょっと活動が薄れてきてる方もグラビアのお仕事がちょっとずつなくなってきちゃったなっていう子たちが、はい、ギラギラしたおじさんたちとグラビアアイドルとのパイプ役を担っているわけですね。で、第二の人生を模索しているとそういうことですね。かもしれないですね。せちがらい。続いてやってきたのは池袋パルコで開催中のアロハナチュラルハワイアンビアガーデン。ハーブで味付けされたグリルチキンやスモークされたポークスペアリブ、さらにスパイシーなグリルビーフなどがいただけるナチュラルハワイアンバーベキューセットは1人前2700円。ドリンクは普段なかなか飲むことができないハワイやタヒチなどのビールや、南国気分が味わえるフルーティーなカクテルなどが楽しめる。うん、めちゃめちゃ柔らかそう。柔らかい。この味付けもちょっと濃い感じがすごいビールと合います。ねえ、合いますよね。そして女性向けビアガーデンならではのメニューがこちら。セットメニュー以外に用意されている女性に大人気のパンケーキや、美容や健康にいいと言われているアサイーボールなどのスイーツ。おいしい。
しい。美味しいです。ここプライベートで来たい。行きたいです。何に続いてやってきたのはルミネ池袋のザ・ルーフトップ。アメリカ西海岸のリゾートをイメージした空間で手軽にバーベキューが楽しめる。1人前3500円のスカイハイセットではビアガーデンでは珍しいエビのアヒージョやムール貝のビール蒸しなどが味わえるのだが、イチオシはこちらの手作りハンバーガー。自分たちでパテやお好みの具材などを焼くためお店では味わえないオリジナルバーガーを作ることができるのだ。できたて、うん、なんか女の子だけだとバーベキューとか外でするの大変だけど、でもここだったら全部揃ってるから楽だよね。ところで最近観音小説を執筆し小説家デビューを果たした今野さん、なんでそもそも観音小説書こうと思ったんですか？確かに。そう、なんか私もともと観音小説好きなんですよ、すごく。へー。確かに読んでて、いろんな手段考えるわね。読んだ人にね。俺この本読んだよ。どうでした？ちょっと面白い。生々しいですね。親はなんて言ってます？すごい喜んでくれてます。でなんかパパとかもこれ朗読してくれます。家でそっちのがびっくり。そしてこの後ヒルトン東京が今年から始めた女性向けビアガーデンの画期的なサービスを大紹介。情報ライブグラビアや、今週はこの夏注目の女性向けビアガーデンを大紹介。一行がやってきたのは新宿のヒルトン東京で開催中の天空のビアガーデン。新宿の街を180度見渡せる開放的なスペースで生ビールやワイン、さらに女性からの人気が高いスパークリングワインなどが1時間半1人3300円で飲み放題とあって、女子会の場所に選ばれることも多いそうだ。そしてなんかちょっと気になってたんですけど、あの席って何なんですかね？ あちらはお一人様専用の席なんです。そう、こちらはお一人様ビアガーデンコーナー。一人でもビアガーデンを楽しみたいというニーズが多かったので今年から新設。一人で出張に来た人や会社帰りの女性がよく利用しているとのこと。ホテルでこんなスパークリングワインを飲んで、なんかもうビアガーデンの域超えてますよね。これも飲み放題ですか？こちらも飲み放題なんです。こういうとこほど男性の方に連れてきてほしいです。あ、いいね。ちょっとなんかちゃんとお話もできそうだし、しっとりしちゃうね。今日部屋取ってるよとか言われたらどうします？あら、どうします？どうします？ヒルトン東京、泊まりたい。あ、確かに泊まりたい。泊まりたい。泊まりたい。そこ。以上、情報ライブグラビアヤでした。